弁護士の北村春夫です。ロー上海のオープンおめでとうございます。本来ならそちらに駆けつけてお祝いを申し上げたいんですが、どうしても仕事で行けないので本当に申し訳ありません。ちいさんごめんなさい。福岡は美味しい店がたくさんある、食の街ですよね。その街で、舌の肥えたお客さんをおーっとうならせるような美味しい料理を出していただいて、福岡一の人気店になることを祈っています。私も今度福岡に行くときには、そうですね、ロー上海の自慢のメニュー美人麺をいただきに寄りますので、その時はぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。